本日は、ゴールデンウィークということで、カシーグーから JR の久留米駅まで行こうと思います。距離としては、43キロになります。久留米駅から、善道寺駅まで、電車に乗って、でクレープを食べてから、帰ってこようかなと思います。今 JR 二日市駅まで着きました。 JR 久留米駅まではあと22キロあります。今、JR 久留米駅着きましたので、善道寺駅の方に向かいたいと思います。こちらちょっと今まで帽子かぶってたやつなんですけど、これものすごいね
汗の塩みたいな白いのが たくさんついてます。してみます。はい、今ですね帰り道なんですけども、クレープの方なんですが、ちょっと並んで買おうとしてたら、どうもですね、16時15分かなぐらいでもうオーダーストップしてたみたいで、でちょっとまあ自分がですね来たのが16時の30分ぐらいだったんで、もう完全に時間オーバーということで、クレープの方は食べれませんでした。はい、ちょっと次回に回そうと思います。いやまあれが10センチ、まだじゃその今日はですね絶対食べる気持ちで来ました。今日はね絶対食べますからね。一応今時刻としては12時半過ぎたぐらいですね。なんで今からですねお店さえやってれば絶対に間に合うはずです。はい、今到着しました。はい、注文します。生地は固めで、いちごのですねボリュームがすごくありました。